後藤まるまる作感謝の手紙。感謝の手紙読みますバラエティレターレター司会のまるまるです。この番組は芸能人がお世話になった人に感謝の手紙を読み上げます。それでは後藤さんお願いします。大好きなおばあちゃんへ。おばあちゃん、バラエティという薄汚れた世界のためにわざわざ来てくれてありがとう。薄汚れたとか言うなよ。自分の仕事に自信持てよ。幼くして両親を亡くした僕をたった一人で育ててくれてありがとう。いつも優しくて、いつも笑顔で、いつも僕にいいんだよと言ってくれるおばあちゃん。僕はそんなおばあちゃんが大好きです。おばあちゃん、いつも洗い物をしてくれてありがとう。いつも洗い終わった皿から順に叩き割ってごめんなさい。何やってんの、いつも皿が割れる瞬間がたまんないんです。どんな趣味だよ。どんだけストレス溜まってんだ。一度皿代だけで80万を超えた月がありましたね。どんだけ割ったんだよ。もう割れないやつにしようよ。そんな趣味を持ってる僕にもいいんだよと言ってくれました。絶対良くないと思いますけどね。おばあちゃん、いつもご飯を作ってくれてありがとう。一口も手をつけなくてごめんなさい。なんでつけないんだよ。食えよ。おばあちゃんが作ってくれたんだから。おばあちゃんの料理クソまずいんです。やめろ、ここ感動させるとこだから。僕の体のほとんどはコンビニ弁当でできています。もう台無しだよ。なんだこの手紙。そんな僕にもおばあちゃんはいいんだよと言ってくれました。よくないって。もうおばあちゃんにも問題あるぞ。おばあちゃん、何度も万引きをする僕のためにコンビニに来てくれてありがとう。お前クズだな、毒クズだな。僕は全く反省していません。お前分かってるか、これテレビだぞ。今後誰がお前を応援する。そんな僕にもおばあちゃんは。よくないよ、万引きは立派な犯罪だよ。そんな僕らを見て店長もいいんだよと言ってくれました。店長もバカだな。登場人物全員バカだ。おばあちゃん覚えてる？ある日僕が何の理由もなくおばあちゃんをボッコボコにした日。そりゃ覚えてるだろうね。そんな悲惨な大事件があったら覚えてるだろうね。え、覚えていない？記憶飛んだかな。衝撃で記憶飛んじゃったかな。すごかったんだよ、僕がおばあちゃんの無駄札を掴んで。説明しなくていいから、これテレビだから。そんな僕におばあちゃんは、何すんだてめえ、痛えじゃねえか、ふざけんじゃねえ、頭叩き割るぞと言いました。切れた、あのおばあちゃんが切れた。そして人を殴ることだけは絶対やっちゃいけねえんだよとも言ってくれました。万引きもやっちゃいけないけどね。今となってはいい思い出です。どこがだよ、地獄じゃねえか。今年で115歳になるおばあちゃん。 115? すげえ若い、ピンピン立っている。75くらいの雰囲気。ネイルアートが趣味のおばあちゃん。趣味若い、それが若さの秘訣かな。今年に入って身長が2センチ伸びたおばあちゃん。まだ成長してんの？どんな体？100メートル12秒で走るおばあちゃん。化け物じゃねえか、もうホラーだよ。いつまでも元気で僕に仕送りしてください。お前のクズっぷりも止まんねえな。僕はそのお金で全てをギャンブルに注ぎ込みます。お前すげえな、もはやお前すげえわと僕の友達の後藤くんが言っていました。お前誰よ、だよ。この手紙を後藤くんのおばあちゃんの友達であるあなたに送ります。お前も誰？